これぐらいなんだよ。あ、おう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 、あ、明かりがついて映ってるじゃん、ね、反射してるじゃん。それはここじゃないんでしょ。ここじゃないです。これに近づけて。ああ、そういうことなの。これがちょうどそういう感じ。ああ、それが理想だな。それはどこでやったんだろうね。それは海外ですね。はあ、あ、そういうことなの。かあ、凝ってるやつ。どこの部分を塗ったって。いや、色だけ見たら分かんないでしょ。クリアなんだから。うん、で全体的にはリンレイのリンレイ石材ワックス、はい、お全面塗ってある。あ、全面塗ってあるんですか。はい、手を出したんですけども、それでもちょっとバラバラっていうので、うん、あ、じゃあこれは、はい、ポリじゃなくてワックスが塗ってあるんですか。はい、ここ以外は、ここはその15、あ、ここは15、もう、もう、さあ、素晴らしくない。あ、コンクリートの面が少し滑らかになってる。たっぷり塗ったの、うん、あー、手なってるね、はい、うん、はいはいはい、あ、これツルツルか、うん、俺はね、確かに。何の塗り方されたの。これは残ってたやつを全部流した。ああ、350g、一晩だけで一晩だけで。よくなった。意外と塗れるんでしょ。あ、そうですね。この、うん、断り詰まった。このあたり全部塗れた。そうだよね。ということは3、4枚ぐらい、一粒以上だよね。これだったらないですけど、あと2畳ぐらい。2畳。うん。2畳。そこがちょっとわからないです。3.3平米。6平米、うん、5平米、5、6平米ぐらいなんかありそうなんだよね。で、5キロはまだ届いてないの。1時半くらいで届く。そう、あと30分くらいです。それは下地確認してるんですか。はい、なんかまだらに塗ってるのってなかったです。え、まだらにしか塗れてない。うん、まあそれは要はコンクリートが吸い込むところとか吸い込まないところとかあるからね。あ、うん、厚みのまだらとか下がさ、はい、まだらじゃないから、いや、厚塗りしてるわけじゃないから、レベリングは出ないよね。要はね、いろんな吸い込み方の違いってあるよね。1回目はね、うん、そうです。自分はどの仕上がりを期待してるんですか。それはそれで、ここって言ってたけどさ、この角って言ってたけどさ、自分とすると、なんか納得してるところっていうのはどこにあるわけですか。どこも納得してないって言われると、わかんないけどさ、基準が。そこがいいの。照らします。え、そこが気に入ってるの。塗り始めが気に入ってるの。コンクリートの粉は出てこないよね、確かにね、うん、手で触ってあんまり汚くなんないもんね、手がね。ああ、それ手だとしてるよね。それどこに。ああ、そう。ああ、そう。滑る滑らないって気にしてない。大丈夫。あ、そう、はい、まあ、
自動車が乗るわけじゃねえからね。あのエポクシはさ、油とか水とか吸わないから、あのスリッパで滑ると足滑る。すごい知ってます。仮にちょっとつぶってたら痛くなるそれ、なんか濡れてくると、濡れてくるとね、だから雨のまんまであの土足で上がった場合は危険率が高くなるね、うん、知ってるの。この辺はだから滑るよね。あれじゃない、どこに塗って水分が上がったから水少し垂らしてさ、確実に塗らないじゃんね。あ、滑り具合ですか。うん、今も固まってるから。あ、でも見た目に黒の方に、うん、そういう女性は。あ、そう。あー、デザイナーだ。コンクリートのこの面にこだわるわけやって、そういうことなの。これぐらいなんだ。はい。おう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 。あ、明かりがついて映ってるじゃん。反射してるじゃん。それはここじゃないんでしょ。ここじゃない。これに近づいて。ああ、そういうことなの。これがちょうどそういう感じだった。それが理想だな。それはどこでやったのね。それは海外ですね。はあ、あ、そういうことなの。か、凝ってるやつがいるんだね。なんか電話で聞いたけど、イタリアの空港のフロアが透明樹脂で、あの透明で、あの要するにアクリル敷いたみたいなんだっていう人が何年か前にいましたよ。だそれのようにしたいんだなって話を聞いたことはちらっとある。そういうことなで、これはコンクリートの下地なんかね。違うよ。だって要するに耐久設計みたいなのを狙ってるわけ。表面は三越の耐久設計みたいなのを狙ってるの。
しれないんだよねっていうことがあるから、じゃあメニューここは少し開けるかもしれない。そっちね、はい、1人分ぐらい人が取れてなくて、で、人がさ、あの通れるように開けといて、それだったら後でそこのとこだけ仕上げて逃げるように言っとけばあのいいと思うよ。はい、2階に分けてて、真ん中でも端でもさ、まあ端使ったんでしょうね、分かんないようになるとか、あとはこういうところさ、エポキシ屋の時はみんなついちゃうとか、マスキングがなくていいの、まあそりゃそうだけどね、万が一作業やったってこれついちゃうとかそういう失敗してないんだ、上は大丈夫です、こんだけ段差があるから、でエポキシが濡れてるところは、はい、このところはエアビにテカって、ここのところは段差ができるよね、テカリもね、それそれでね、しょうがないんだ、納得してんだ、そこはそうですね、すごい、まあ内装こんなにやったからあれさ、おじさんの腕に任せるんですか、どんでも隙間が上がるんだ、そうだね、確かにね、そういうことか、物体に物体に、じゃあそれで上げてそれがあって、あとヘラをどっち使うかに決めて、で樹脂だけ練るときは僕は最初やるけど、樹脂だけ練るときはあのこれ使うなり、あと丸棒があったけど、樹脂持ったら丸棒で混ぜるとあの力が入る。
YouTube でもあった通り、はい、こう床から離さないでこう伸ばしてるんですよね、はい、手前にあの材料を止めて溜めて、はい、そうするとまあここにやっても構わないんだけど、意外とこう均一にレベリングが出てこう塗れる、材料も無駄にしないで、はい、ただ結構こすり取っちゃうから、あのこんだけのフロアだと吸い込む量は少ないとは僕は思うけど、はい、あのだんだらが出ちゃうんですよね。塗りムラの薄いとこはテカリ出ないで、厚いとこはテカっちゃう。ただ基本はどうも職人さんのやり方見てると、こうやって手前に手前に材料を引き寄せてこう塗っていくのがしてるね、うん、伸ばしてくるよね。だからこういうのは職人さんやんないんだよね、絶対。やっぱこういう風にあの S 字みたいにして、で余分にこうでかくこう塗り広げて、で材料をさ、均一にこう塗ってくるんだよね、うん、あれは、うん、いつ見てもそうなんだけどさ、そういう風にって思うんだよね。決してだからこういう風にこう塗ってくるとは違うんだよね、あれが分かんない。
歴史の材料って、はい、こういうふうにやってこうは取り出さないんだよね。駅がこっちがこういうふうになっちゃうから、ここのところがうんとダラダラだって汚れちゃうんですよ。だから取り出すときにこの方向で取り出すんですね。そうすると駅がコントロールできる。コントロールが空間だから。でこうにやってさ、逆パターンと何グラムってさ、コントロールできるんですよね、でその通りに行くかどうかって結構失敗もするんだけどさでこれは電子天秤が、この6分経つとこの目盛りが消えちゃうわけさ。だから測ってるときに6分経過するとこれが、真っ白になってゼロゼロになっちゃう、消えちゃうと測りがさ使えなくなっちゃうそれだけ要注意です。また分かりました。はい、で、200グラムと最初やるのかな。
まあ、使える状態にはなりますよね。
ではやりましょうか。はい、どこを渡しますか。じゃあここ中心から。はい。オッケー。じゃあヘラをお待ちください。はい。じゃあ僕置くだけ置いちゃいます。どの辺くらいいますか。奥の方から行きます。そっちの方から行っちゃう。これ今撮ってる。ああ、いいですよ。どの辺、隅からこう塗っちゃうんでしょう。はい。違うんですか。ここの左半分をこのまま下がっていきたいですね。こっちやんないで。はい。こっちやんないで。じゃあこの辺からでいいわけ。これからでいい。あ、そう、はい、いいですか、はい、はい、じゃあ入れますよ、入れますよ、はい、そこからですか、はい、じゃあさっき言ったように、はい、あの S 字みたいに、はい、伸ばしていく、うん、伸ばしていってやってみてください、はい、半分ぐらいまでもう入れちゃいました。じゃあに塗れるっていうパターンは、これは